全国の任天堂ファンの諸君、元気しておるかな。わしの名前はアーキドじゃ。今回もマリオカート8デラックスやっていこうと思うぞ。ピッペガチ。なんかね、最近別な企画で使おうと思ってインスタグラムで質問募集したんじゃな。その中にマリカ最近やめたみたいな質問が来てて、全くわしのチャンネルを見てくれていないんだなっていうのを痛感いたしました。やってますマリオカートわしね、うん。ただまあ前よりは頻度は減ったかなっていう気はしなくもない。やっぱりねマリオカートもうネタがないんじゃよな、うん。それプラスやっぱりね、今ねスマッシュブラザーズとかポケモンユナイトにうつつを抜かしているので、なかなかこうマリカをやってる暇がないっていうのもあるんじゃがね、やってるんでマリカちゃんと、うん。大してわしのチャンネルを見ないで、え、マリカ最近やってませんよねとか言うのやめてもらっていいですか。いや、このクソヨッシーがなあ、マリオに乗ってもらわないと何もできない、この奴隷の分際で貴様、あんま調子乗ってるんじゃないぞ。は、なんかちょっと緑コーラエグすぎない、ちょっと何このゲーム、ぐちゃぐちゃなんじゃが。ここはしっかりとショートカットしていくんじゃの。な、今日喉ガラガラって感じ。えい、お前さっきのね、あれはもう許さないぞ。お前奴隷は奴隷らしく主人の後ろを走っておれ、クズが。キラーはしっかりと回避してスターも避けて、でダブルは割られてしまうのでこのままでよくて、緑をスナイピングしていく。さあ当たる、よーし、ナイス。でこの金機能はこのまま保持していって、ここで使って赤で前の悪い字潰していけー。3位、まあ悪くないかな。まあプレイ人数が少なすぎるんじゃがな、マリオカートかすりすぎ。いやちょっとさ、かすりすぎじゃろな。あ、任天堂そろそろマリオカートの新作出したいんじゃないのかねえ。もうこのゲーム寿命じゃよ、寿命ねえ。もうみんな飽きてるねえ。もう任天堂だって分かってるんじゃろ、このゲームみんな飽きてるってねえ。だいたい発売して2年経ったスマブラがね、あれも新キャラ追加されるからみんなやってるけど、やっぱライトユーザーはやめてしまうからな。ちゃんとねそういうのを加味して、やっぱくそ、こう新作をねコンスタントに出すってのが大事だと思うぞわしな。そっちの方が売り上げ伸びるじゃろ絶対。お前な、売り上げ伸ばしていけ任天堂バチコリとな。もう赤子ら死ねえ。おし、これはもう止まってダブル割ってから行こうかな。うん、マリオカートの新作待ち望んでる人死ぬほどおると思うぞ。あおわおわおわ、え、わしのキノコ、泥棒、犯罪者、この盗っ人、たけだけしい、このクズが。マリオカートの新作を待ち望んでいたら泥棒されたんじゃが、なんじゃなんじゃあいつ、ほんと許せないな。この正直者がねえ、あれをする世界、そんなの認めない。さあバクスナを警戒しつつ、こう下に降りてからキラー、論気にはならないが、これで、ゴールを抜けた前ぐらいか、ここか、ここで終わるんじゃよな、うん。でアイテム取って FBFB で潰して、でしんがりブレーキ踏んで FB で潰して2位に躍り出ていくんじゃな。いやー、もういてますます下がんといったところかな。はい、スター、この順位でスター引けちゃう、マジ。これしっかり回避してスター使って赤投げて、はい、潰して
しかもクラクション最強すぎる。よし、勝ちました。なあ、マリカやめてないじゃろ。マリカをちゃんと続けてきたからこそここで1位を取ったと言いたかったんですが、人数が7人しかいません。マリオカート加速ゲー。さあ、人身メトロでレースじゃぞ。ちょっと人いなさすぎて部屋を変えてきたんじゃな。今回はフルメンバーいるんじゃないかな。3、2、1、チェー。いやね、話し合いが戻ってしまって大変申し訳ないんですが、あのね、ゲーム実況者とかがやられてよくね、ムカつくことみたいな。はぁ、ムカつくことはマリオカート被弾することじゃ、ボギー。ほんとしょうもない。でもガチで、あのね、ゲーム実況者やられてクソムカつくことが基本的に、そのまあ、今回やったやってるゲームをね、対してわしのチャンネルも見てね、分際でなあ、やらない、やめたのみたいな、やめたんですかみたいに言うのも、まあ、まずムカつくんだけど、でもそこじゃないんじゃよ。一番ムカつくのは、本当にやってないゲームをやってくださいって言われることじゃな。うん、例えば最近のわしだったら、うん、馬娘やらないのみたいな。うん、あのね、クソ飽きてるゲームをね、もうやんないのって言われるのがね、一番腹立つ。なんかね、みんな気を使ってね、他のゲーム実況者とかは多分気を使うんじゃよな。うん、なんじゃろう、やろうと思ってるんだよねみたいな、やろうと思ってるんだよね、でも今ちょっと忙しくてやれてないんだ、いつかやろうと思ってるよみたいな感じで気使うんじゃよ。わしは言うよ、まあ、つまんねえからもうやんねえよ、飽きたんだよって。うん、他のゲーム実況者は優しいからな、そこをちゃんとね、わきまえちゃうんじゃよな。うーん、偉いんじゃの。はい、赤で死ね。さあ、赤2個持ってる状態。なんかさ、ゲーム実況ってさ、そのなん、お金を稼いでるわけなんじゃが、そのゲームをやりながらな。でもやっぱそれだけじゃないんじゃよな、やっぱ楽しくゲームやりたいんじゃよな。だからいろんなゲームをやりたくて、その一つのゲームにね、固執してできないっていうのがわしの中であるので、本当にね、あのゲームできないの本当申し訳ないっていう感じやな。うん、本当はね、マリオカートもいっぱいやりたいんじゃが、なかなかこう一つのゲームをやり続ける時間がないんじゃ。さあ、ラストレース、ワリオスノーマウンテン200cc じゃな。ああ、クソだな。いやー、最後のレースで頭ぐちゃぐちゃになってしまいそうじゃな。よろしく頼むぞ。まあ、これからの展望としては、やっぱりね、ポケモンユナイトかなりハマってるんで、ポケモンユナイトやりつつ、スマブラ頑張りつつ、エイペックスやりつつ、荒野頑張りつつ、マリオカートも上げていくっていう感じなんで、結構ね、今ね、やりたいゲームが多い状態なんじゃな。だからマリオカートの更新頻度はまあ落ちちゃってはいるんじゃが、決してね、飽きてるわけじゃないので安心してくださいってところかな。うん、なんで、はい、あのマリオカート新作出てももちろんやるぞ。で、ポケモンに関してはね、なんかよくケンタで全然やってないから、もうポケモンやらないのっていうのはね、確かにコメントいただくんじゃが、ダイパー出たらね、ガチコリとやるんで安心してください。ダイパーガチります。よいしょ。さあ、後ろに、なんでそこに当たんの。木の枝ぐらいへし折れ、バカだれ。危ない、今奇跡的に避けれたの。いや、マジで早い。よし、赤コーラ一発投げて、ここつ、あー、もうそのごっつんこいらない。オリンピック、あー、今陶器、もうもう相手も取られた、クソゲーだな。あーあーあー、マリカやめる。嘘、やめない、私はマリカ頑張るんだ。うん、だからお願い、最後のアイテム、あ、弱い、あ、まあ、マリカやめます。はい、マリカやめたの、やめた、うん、やめでーす。はいはい、クソ、はいはいはい、はい、さよなら、はい、 お疲れ様です。はい、やっぱポケモンユナイトしか勝たーん。
しょうもないんじゃん、ほんとマリカとか。もうかすってんだよ、ゴミゲーが。